なんかまだ例中ってまた時間かかりそ全面だけで1時間いきそう。タイトル昨日はなかなか順調だったな。さて今日も先へ進むか。わあわあ、よっしゃ、いいですね。はい、おーとおーと、行くわ。はい、おーとおーと、役に立つのかしら。これ移動で拾ってくれるのね。キャンサー来ないかな。すべて私の計算通りね。
行くわ。これで2層突入。着いた。ここからが第2層。なんか空気が変わったな。暗いし、ジメッとしてる。進むぞ。行くか。あれ、何かな。木から放置された建材っぽいのがよく落ちてるな。よし、いいこと思いついた。建材で門を作ってショートカット用のワープポイントを作ろう。壮大な計画だな。実用化されるのに半世紀はかかるだろうな。そんなに大変なの？そんな簡単にできたってわざわざヘリに乗ってこねえわ。確かに。ナイスハッキング。ジルシュ、あ、来た。姉ちゃん、イージーに行きましょう。で、敵出現。矢印、矢印、あ、来た。ちょっと不安。ねえ。お、こいつは。やってみせるわ。ちょっと不安。ねえ。慎重に行こう。危なすぎ。バカ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 。ないよ。戻ってくださいね。もういいんだ。よっしゃ。ほら。なんだか。あ。今日はもう十分に頑張ったな。先へ進むのは明日にした方が良さそうだ。さて、このくらいにしておくか。帰ろう。お嬢様、食後のお茶でございます。うむ、みんなの分も頼むぞ。ミオン君、私にはとびきりの愛情を込めたお茶を頼むよ。うちはとびきり熱い気合の入ったのを頼むけ。僕は麦茶で。夏目さんは何がいい？相変わらず喋らんやつじゃの。夏目君は抹茶だね。なぜわかるんだい？ヤヌギは僕の執事だぞ。
そのくらいのセンスは僕の次くらいにあるさ。恐縮です。執事がいるなんて羨ましい。31Cは無事かな。メンバーを探してみよう。あれは？何かご用ですか？サクちゃんらが途中でいなくなったからちょっと心配してたよ。ええ、なんとか。他のメンバーも無事です。これも星の導きですね。星の？ええ、占星術です。へえ、星占いみたいなもんか。まあ、遠からず近からずと言いますか。とにかく無事でよかったよ。それだけ。はい。健やかに過ごされることをお祈りします。あ、ビビった。開かないものだな。行くぞ。想定通りに排除完了っと。行くぞ。私にご用ですか？ああ、メンゴ、勉強の集中切らしちゃった。勉強続けてる！こっち見てない！好きなことをしてるだけです。え？勉強が好き？はい！そんな人は世の中にいない。ここにいます。いやいや、いない。虚構。いやいや、どれだけ勉強嫌いなんですか。事実です。私は好きなことをして、そして成り上がるんです。めっちゃハングリー精神だ。それが私たち六つ子のモットーです。六つ子でセラフ部隊なの？もしかして311って全員姉妹？はい、そうです。私たちはとても貧しい家に生まれたので、いつか成り上がってやるというハングリー精神だけは誰にも負けません。勉強して勉強して、軍の中で昇進して成り上がってみせます。感動した。私は勉強嫌いだけど、イッチーの勉強を手伝うよ。じゃあ図書館で本をいくつか見繕ってもらえませんか？学術書でも過去の問題集でも何でもいいです。知らない本の方が勉強になりますから。ハングリー精神が旺盛だ。束の間の休息です。そんなにすごかったのね。さて、どんな本がいいかな。福川埋蔵金の謎謎か。歴史だし夢があるな。解けたらイッチーもお金持ちだ。本を借りてきたよ。死の本？ちょっと違いますね。宝探しですか？解けたら一致お金持ちになれるよ。楽をして手に入れたお金は身を滅ぼします。あくまで私は自分の力で成り上がりたいんです。惚れ惚れするくらいのハングリー精神だ。でも軍の中で成り上がるってことは、目標は手塚司令官みたいなの？はい。あの人めっちゃ怖いよ。お兄じゃん。その資質はある？その時は
私も心を鬼にします。すげえやる気だ。そうすればもしこれから先何があろうともあの子たちを食わせていけるはずだから。そしてすげえ家族思いだ。長女ですから。そろそろ行くよ。勉強頑張れよな。いえ、好きなことはしているだけなので頑張るという感覚はありません。イッチーを誘ってお風呂に行こうかな。イッチー、一緒にお風呂行かない？はい、まだ慣れていないので助かります。やったぜ。いいお湯です。イッチー、なんでそんな端っこに入ってるの？それにお風呂の中で体育座りとか見られるのが恥ずかしい。いえ、癖です。私の家は貧しく、お風呂も小さかったので、こうしないとお湯に浸かれませんでした。ここじゃ足伸ばせるんだからやっちゃいなよ。やっちゃっていいんでしょうか？新しいことに挑戦するのも一種の勉強じゃん。なるほど。ではと考えないようにしているから変わらないけど。うちも頭空っぽにしとるわ。大丈夫かこの舞台？私がいます。それでホッとするとでも思ったか？おいタマ。はい。タマはマスコット的存在や。追ってくれるだけで。お前が一番見下してるんだよ。でも意思の疎通ができて連携が取れてきたから戦いが楽になってるのは事実。さすが私ら。頭空っぽなんじゃなかったのかよ。それはめぐみ、自分も似たようなもんやろ。でもさ、こうして話してるとまぶたが相変わらずネイルのだけは得意なやつだな。チェス、これは茅森様、本日もご機嫌麗しゅうございます。どこか行くの？お嬢様の自主訓練の時間です。僕のセンスをさらに磨くんだ。茅森様、もしよろしければお嬢様の特訓のお手伝いをお願いできますか？何を手伝えばいいの？茅森様から見てお嬢様には何が足りないと思いますか？身長かな。お嬢様はまだ成長過程にある身、これからまだまだ伸びます。ですがこのまま止まってしまうのもやぶさかではありません。やぶさかだ。今に見てろ、柳の身長くらいすぐに抜いてやる。であれば食事の内容が大事。茅森様のご意見も一考すべきものかもしれません。お嬢様の特訓に取り入れてみましょう。ここで何を？先ほど申した通り、身長を伸ばすには食事が必須。食べることもまた鍛錬の一つです。ほうれん草だらけだ。しかも牛乳と一緒に食べるなんてセンスのかけらもない。ほうれん草はカルシウムを含む上、含まれているビタミン D と K がそのカルシウムの吸収を助けてくれます。ほうれん草欲しくない。牛乳嫌い。泣きそうな顔をしながら食べてる。ん？今の音は？はて、何のことでしょうか？さて、それでは本日の自主練の締めにアリーナへ行きましょう。ずっとアリーナだけでいいだろ。柳は遠回りしすぎだ。安直に結果だけを求めては上っ面の強さしか身につきません。お嬢様には豪華絢爛でありつつ質実剛健であっていただきたいのです。めちゃくちゃ大変そう。僕のセンスならその両方を兼ね備えるのは簡単なことさ。はい、お嬢様なら可能だと信じております。
本日は茅森様がお付き合いくださいますので、ぜひその戦いを身近で感じてください。必ずお嬢様にとって有益なものとなります。柳にここまで言わせるなんて。茅森、君はひょっとしてすごいのか。とりあえず期待に応えられるように頑張ります。張り合いのない奴らだ。お疲れ様でした。なかなかやるな、かやもり。僕ほどじゃないが、センスあるぞ。それより時々カシャカシャって音がしなかった。特に聞こえなかったが。かやもり様の空耳でしょう。多分カメラのシャッター音だと思うんだけど。かやもり様の空耳でしょう。はい。本日はお忙しいところをお嬢様にお付き合いくださりありがとうございます。主人に代わり深く御礼申し上げます。そんな仰々しい。同じセラフ部隊の仲間じゃん。だとしても礼は尽くさねば丸山家の恥となります。じゃあ私もありがとう。士気が高まった気がする。それにしても柳んと話をしてるとセレブになった気分になるな。ところでずっとおっしゃっていた柳んと。セラフ部隊の同期だし気心知れる関係になれるように呼び方を考えてみたんだ。それはお心遣い痛み入ります。ですが私はセラフ部隊である前にお嬢様に仕える身ですので、優先すべきはお嬢様、立てるべきはお嬢様でございます。お嬢様、こちらの方を柳って呼んでいい？許す。かしこまりました。引き続き柳とお呼びください。すげえ、ここまで従順なのか。羊って、お前にはいないのか。マネージャーならいたことあるけど結構ずさんだったよ。かわいそうに。ルイは友を呼ぶか。よし柳、部屋に戻るぞ。はい、お嬢様。それでは茅森様、失礼いたします。ああ、またな。柳を誘ってお風呂に行こうかな。柳、一緒に風呂行かない？お嬢様、いかがいたしましょうか。許す。かしこまりました。隅々まで磨いてやれ。承知です。なんかやばい予感。うひょ。まだ終わってませんよ。いやいや、十分綺麗になったから。いえ、まだまだです。うひょ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 、うほー。そんなとこまで。うひょ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 。逃がしません。ダメ、そんなじっくり丁寧に。どうだ、柳の戦隊は格別だろう。明日の朝は肌が輝いて見えるぞ。別にくすんでいてもいいのに。いい湯だな。何かあるようだ。
行きます。よっしゃ。来るぞ。キュウさんに勝利ですわ。何か見えるぞ。あいつか。キュウさんに勝利ですわ。ありがとな。これでドームの住民も安心できるはずだ。今後も討伐任務が発令されたらインネで連絡するから、よろしくな。期待してるぞ。